古谷僧侶と総裁カウンセラーを広めている行政書士のオケイです。今日はお盆特集の締めくくり、墓じまいをするときのトラブルケースですとか、今まで言い漏れてしまったことをまとめてお話ししたいと思います。よろしくです。一番トラブルになるところ、お寺さんと揉めるですよね。これについてはいつかしまわないといけないかもしれないっていうご相談を小出しに、お墓参りのついでにすれ違った時などにしておくっていうことに尽きるんですね。で、その後そうした下地があってお手紙を出されて、そしてやっぱりしまわなければいけないと思うので今度じっくりお話しさせてくださいとお手紙で申し出る、これが一番のスムーズにいく順序だと思います。で、やっぱりね、そのお寺さんも代替わりしてらっしゃいますし、こちらも親と子で伝え聞いている内容が違ったりしたり、いろいろで、例えばこんなケースありますね。親御さんたちは結構裕福だったので、ご商売されてたのでね、自由になるお金が多くて、で、あなたたちはサラリーマンだからと子供たちに言って、自由になるお金が少ないだろうから、私たちが弔われるときは、隠語をつけてほしいんだけど、自分たちでも先に納めておくからね、と。聞いてたわけですよ。で、150万ものお金を夫婦それぞれで、つまり合計300万親御さんがですね、お納めされてたにもかかわらず、いざ亡くなった時に菩提寺に娘さんが行ってみたら、戒名をつけていただいた分のお布施は納めてあると聞いていたので、その通夜葬儀に来ていただいた独教のお礼のつもりで、5万だか10万だかだけ包んで持ってったら突っ返されたそうなんですね。で、それはお寺さんの側が代替わりしてしまって聞いていなかったっていうことだと思うので、で、私にもちろん相談が来たので、その時には、多分何かの誤解だと思うから、ご両親から伺っていた話を昭和何年頃でこういう機会だったっていうことをお話ししてみてくださいと、ついてはいきなり電話で言うんではなくて、アポイントメントを取って、ちょっとお話ししたいことがあるんですと言って、菓子折りを持ってご本尊様へということでですね、それで話し合いに行ってみてくださいっていうふうにお話ししました。そしたら実際に行かれてですね、もうすごく微笑んでお電話返してくださいました。なんか電話をもらった時点から何かちょっと祖母があったのかなと思って、こちらも過去帳を調べましたと。そしたらちゃんとお預かりされてました。私が先代から聞き漏れていて申し訳なかったですというふうにきちんと向こうから謝罪をしてくださったそうでね、そうした本当に良識的なことなんだけれども、単に事務的なその引き継ぎがうまくいってなかったっていうだけだったっていうこともございます。ですのでやっぱりおかしいなって思ったらきちんと心を込めてお話をしていただくっていうことが大事だと思います。あとですね、公営墓地にいらした場合の注意点なんですけど、姓が違っていると入れないっていうケースがあります。例えばお母様やお父様が入られていたお墓を娘さんも入りたいんだけれども嫁いでしまって、離婚したから親の墓に入りたいんだけれども姓が変わってしまっているっていう場合なんかですね、これもやっぱりその公営墓地の手続きが得意な石屋さんとかを通していただくとスムーズに運ぶ場合がありますけれども、担当直入にいきなりもう私娘なんで継ぎたいですと言ってもダメですって言われちゃう場合があるんですね。都道府県によってもだいぶ違うと思うんですけれども、そうした場合もやっぱりその他に入るお墓がないっていうことをきちんと説明をして、で、どういう経緯で姓が変わってしまっているのか、結婚離婚を2度繰り返すともう元の姓に戻れなかったりするんですよね。だからそれ法律上できなかったりするケースもあるので、そういったことをきちんとお話になって、で、やっぱり血がつながっていて市民の権利としてちゃんと入る権利があると思うのに利用できないって言われた場合は、それもやっぱり時間をかけてお話をしていただくことで改善される場合もあります。で、石屋さんにそういった事例ありますかっていうふうに、その公営墓地の近所の石屋さんに尋ねていただくと、いや、ありますよって言ってくだされば力になってくれると思いますし、はい、そういったことで進めていただけたらと思います。お寺さんに持っていく手土産ですね。大概は和風のお菓子を考える方が多いと思います。でも、そのお盆やお彼岸の棚行に見えた時もなんですけれども、回られるお寺さんの方の立場になって考えてみてください。お寺さんってどこの家に行ってもお茶と和菓子を出されてるんです。これあんこをもう
1日で30個50個と取らなきゃいけなくて、でお坊さんよくこう結構立派な体格の方いらっしゃいますけど、そう本当にねお彼岸とお盆で太ってしまわれるって方非常に多いんですよね。であとそれで内臓系疾患を抱えてらっしゃる方も多いので、できることならまあやっぱりこう質素になっちゃうけど高級めのおせんべいであるとかね、塩気のものとか、あと洋風のゼリーとかさっぱりしたあんまり甘すぎないものですとか、そうしたものを出していただく。あと、まあ、棚行の時でしたら私なんかはもうたくさんいただいてるんだろうから小袋に詰めてお持ち帰りいただけるように個包装のものをお皿に乗せてお出しして、開封しないでお出ししてお持ち帰りになられますかと聞いて、ですぐそうですねっておっしゃったらもうすぐ小袋に4つ5つ入れてご家族でどうぞみたいなね、ご本尊様へでもいいですしっていう感じでお渡しすると喜ばれるかなと思います。まあ、いろんなねご意見あるんでしょうけれども、まあ、コメント欄でねいや書いていただければ、うちはお寺をおやつクラブに入ってるからいくら同じものもらっても大丈夫だよっていう方もいらっしゃるでしょうしね、お寺おやつクラブについてはググってみてくださいね。お寺さんに上がったものを母子家庭とか困窮家庭にぐるぐる回していくっていう素晴らしい活動がありますのでね、ぜひ、そういったお寺さん、お寺おやつクラブに参加してるお寺さんっていうのもお寺おやつクラブのウェブサイトを見に行くと探せるようになってますのでね、近所にそうしたお寺があるんだったら菩提寺のない方はぜひ優先的にお参りに行ってみていただきたいですし、そうですね、これからはやっぱり今まで何々家と何々寺のお付き合いだった家族ぐるみの先祖代々のお付き合いだったものが、住職もしくは副住職さんも含めてのそのお坊さんと何々寺のお坊さんと個人の信者の付き合いに変わっていく時代にもうなっていると思うんですね。まあ、うちの社長の古谷なんかはやっぱり個別の公式 LINE で相談を受けてますので、生きるのが辛いとかそういった相談も個別に来てますので、その師匠のねやってるお寺とは別に個人で相談受ける。で、こういったお坊さんこれからどんどん増えてくると思うんですよ。 SNS でお坊さんが発信されるっていう方も増えてますし、ですのでもし墓じまいをしてお寺との付き合い切れちゃった、だけど心の拠り代は欲しいよっていう方は、お近くで例えば法話会をやっているお寺とか座禅修行できるところとか、ちょっとしたなんかありがたい集いをやっているようなお寺、今ネットで調べると結構ありますので、で宗派ごとにも座禅のできるお寺なんかを書いてある場合もございますのでね、体験に行っていただくのが一番いいかなと思います。観光寺院とかでもいいんですけど、観光寺院だとなかなかねその人生相談までできるっていうような個々人としての僧侶とのお付き合いってなりにくいんですね。観光寺院ってだいたい20人ぐらいとか、まあ、15人20人、まあ、築地本願寺なんかだと90名からお坊さん勤めてらっしゃるので、まあ、4、5年ごとに変わってしまいますしね、一人のお坊さんとずっとお付き合いっていうことになりづらいので、やっぱり町のお寺さんが一番その人生相談とかされるんだったらいいかな、適任かなって思いますので、探していただくっていうね、その人生の胸とする教えを伝えてくださる宗教者なので、別段仏教に限らなくていいんですけれども、宗教者っていうのはご自身の力で探していく足でいろいろ体験してお話もしてみて選んでいく、そういう時代になっていると思いますのでね。で、円空では総裁カウンセラーの無料ズームっていうのを毎月のようにやってまして、そこにも宗教者の方たくさん見えているので、あ、同じ地域です、今度お寺遊びに行きますなんていうことがしょっちゅう行われています。で、そうこうすることで自分の人生を託せる人と出会えたり、でまたその宗教者だけじゃなくてカウンセラーさんや介護の方、医療関係の方、それから墓石屋さんや葬儀者さんで、私のような侍業、遺言相続の相談できるような人もたくさん総裁カウンセラーにはいますので、ぜひぜひね、こうしたことを自分がどういう生き様でこれからの人生を生きていきたいかみたいなことを考えてみたい方は、ぜひまずは Facebook 内の総裁カウンセラー事例研究グループにご参加いただき、でそれからまたそのズームにも出てみたいかなっていう方は、ぜひ、その総裁カウンセラーの事例研究グループで毎月イベントを告知してますのでね、参加してみていただけたらなと思います。それではまた。